はい、今度は先ほどやったオリジナルステップと今やったジャックスイングの後ろ乗りを合わせてやってみたいと思います。ベースはですね、さっきのオンビートで1 and 2 3 and 4 5 6 7 1 2 3 1 2。まず手拍子で自分で裏を取れるようにします。手拍子をしている時になるべく首で前でアクセントを取る。横から見るとこういう感じですね。あ、体入れなくていいんで、まず首で裏で足が表になります。慣れてきたらだんだん腰を回して体でスイングしながら、こういう感じですね。で、やっぱ首でリズムを裏に取ることによって音の感じ方がすごい全然違うんで、こうやって踊るのとオンビートだけで踊るのと裏を取ってあげるとすごい立体的になるんで、こういうね、裏のリズム取りを練習するともっと踊りの深みが出ると思います。